で、次のサッタ王子っていうのは、ある時山中において飢えた虎の親子があった。その母親は大変飢えておって、子供に乳をやることもできず、まさにその虎の親も子供も死のうとしておる。それを見て、その虎を助けんがために、自分自身の身体の肉を与えて、これを救おうという覚悟を持ち、その時は二人の兄と共に三人で遊んでおったけれども、その二人の兄を介して、自分がその虎に身を食らわれたのです。そこで子供がいつまで経っても帰ってこないので、父の王様と母の妃があちらこちらを探し、ついにはその二人の子供から事情を聞いて山林に入ったところが、虎が自分の第三番目の息子を全部食べてしまってってね、痛々しい話ですよ、これね。口の周りが血だらけになっており、そこには骨だけが残っておったというところを見て、非常に心を痛め嘆いたって。そりゃそうですよ。食われちゃうんだから、虎にね、自分の子供が。その時、すでに去った王子は、その功徳によって、このね、志ですよな。その、ただ、虎の餌食になったんじゃなくてさ、普通の畜生界が、まあ、畜生の一分である我々を食べちゃうっていう、そういう食物連鎖の食べられ方じゃなくて、自らが、この犠牲、菩薩ですよ、菩薩の、志を持って、そうやって身を捧げたという、この食われ方をしたがゆえに、この功徳によって天に昇っており、もう天人の境涯からその父母に対して、私はこの功徳によって今まさに天人として生まれております、称名の家宝を得ておるのであるから、絶対に嘆かないでくださいということを伝えたという説話が、やはり経典に説かれておるのです。これをね、僕は前もみんなに言ったように、手の手術した時に、本当にその天人成就マンっていう、天人だらけのっていうね、世界を本当に体験してきたんですよ。で、そう言われてみると、この話がものすごく胸にこう、ギュンギュン来るんで、もう全く何の憂いもない幸せいっぱいの人たちでしたね。もうそれしか充満してる。本当に、うわーって。いや、そういう世界が本当にあるんだっていうことを感じてくるとですよ、本当に見てくると、この方も、この去った王子も、そのようなとこに行かれたんだなっていうことは、で、ああいうとこに行けるんだったら、本当に今世の、そういう、まあ、悲しい亡くなり方をしたということも、何にも別に悲しくもないっていうね、感じですよ。で、これもやはり、釈尊の、三義百行という長い間の修行の一つでありますと。それが次に、まあこれね、まあ二重三重に読めるんで、要は釈尊が仏にな、まあでもあれだよな、四条生学っていうことの辺においてのこの話だから、結局これがあれですよ、まさに釈迦往来八千度っていう、その意味合いにここは属する話と読んでいいんじゃないですかね。つまり、久遠の五百人伝語以降の話。だからやっぱり修行の姿をあえて示すっていうね。そして、それが次にっていうか、まあ、ここまで言っちゃ、ここまで何とか言っちゃいますかね。で、それが次に、あるいは三義百行、あるいはどういう人行として出てきますと。大体この三義というのは、諸阿僧儀、二阿僧儀、三阿僧儀とあって、その諸阿僧儀の長さがまた大変なのですと。まあ、ほとんど無限ですから。まあ、あるいはね、10の59、9乗ですから。で、これがこの後に出てくる5、7万5千、6千、7千等とある7万5千仏の古の釈迦仏から、なんだっけな、色仏という仏様まで7万5千仏出現される。その一仏と一仏の期間がまた長いわけです。無量の長さの間に一人の仏様が出られる。それで、7万5千の仏様が出られる間の長い時間かかって、あらゆる仏様と会って、あらゆる修行をされたというわけですが、それが諸阿僧に、次に、この7万5千から千仏ずつ増えてくるんですよ、これね。次に7万6千仏が、の間にこのお行き合いしたっていう、それが二阿僧に、次に7万7千仏が、出会って修行したと。これが三阿僧儀でありますと。もう話にならんくらい長いってことですね。これは先ほども、権惑、諸惑の煩悩、それから神社枠の、
神社枠と無名の枠について少し述べましたが、と。これももうすでに説明したので、かっ飛ばしますよ。このうちの最初の剣枠、死枠の煩悩だけを断尽して、空理を悟るだけの仏様の位で言えば一番下の上六烈王人という症状の仏になるだけの修行が、この三義百行であります。仏様っていうのもこう、進化していくっていうことだけ覚えておいてください。症状経を説かれたお釈迦様っていうのは、まあ、非常にその境外も、後々から比べれば低い仏様なんですね。で、上六っていうのは要は、本当にその竹六。まあ、上六っていうのは、当時の計算方法では、3.3 かな ?3.3 メーター。そういう、ものすごいでっかいという人とも言えるんだけど、まあ、いずれにせよ、烈王人っていうね、この、劣った王人如来の姿でしたよと。それが、症状経を説いてる釈尊は、症状経の教えしか説かないわけだから、それだけの境外の仏様だったっていう、そういう認定されてるわけですよ。で、その仏だけになるだけでも、これだけの、こんだけの三義百行が必要であった。で、能勢大師も受動菩薩も、あるいは、死病も、薩多王子もみんなこういう修行をした。そして菩薩の修行ですから、声聞や縁覚と違って、自分だけ勝手に煩悩を断尽して、さっさと自分はあらかんになって悟りを得ましたというわけにはいきませんと。いや、けた。人を救う。衆生を救うと。すなわち衆生サイドの願行を起こして、諸阿僧尼、二阿僧尼、三阿僧尼という長い間、枠を断じないで煩悩をわざとだよこれ。煩悩を残しておいて、衆生世界に生まれてきて、衆生を導く菩薩の伏せ行。自戒行、ニンニク行、精進行、禅定行、智恵行という六度の修行をすると。さっきの六波羅蜜ですね。それがこの三義ということでありますと。まあ、ここはまあ本当にさらっとこの通りだって読んで拝していきましょうよ。で、それがやっと終わったと思うと、今度は百行という長い間、これがまた一行がまた長いのですが、あ、行がまた長いのですがっていう、これはね、本当に計算式によってはもう無限。もう何とっても無限。一番、短い計算式を取ると、よくよくみんなに言う、1600万年。一行がね。まあそういうことが言える。で、長いのですが、それが100の間ですから、100行。で、大変な長寿ですと。その間、32層を修すると。仏様に32層というのがあり、まあ有名なあれですね。100の服を作って、初めて一つの層ができると。百福ということの一つの福は、例えば数千あるいは数万人の目の不自由な人を全部あらゆる手立てを尽くして治療をして目を開かせてあげるって、もうそれだけでね、もう本当我々にとっては不可能なわけですけど、現代医学にとっても不可能なわけだけど、それをやり遂げてやっと一つの福が作ってわけですよ。で、そういうようなことをしたところの福を、それは良いことをしたわけですから、そういう福徳がつくのであります。だからそれを100、そんなような内容のことを100やってやっと32層のうちの一つの層が備わるっていうことなんですね。で、昔、清水の次郎長という侠客は、一組の男女が心中をするのを助けただけで、絢爛の層が消えたと言いますって言うんだよな。だから、ね、一人の男女カップルの心中しそうとしてるのを、まあ、その、おやめなせいやってなもんですよ。おやめなせい。その命を大切にしなせ、みたいなことでお助け申し上げたら、そのことでその暗闇から剣で狙われるとか、そういう剣によって命を絶たれるっていう、そういう、その、まあ、層が、まあ、そういう、まあ、業が切れたっていうことだよね。で、数万、あ、どこだ?ですから、数万人の目を開ける徳は大きいはずですっていう、すごいことですよ。それでやっと一つの福となり、そういう福が100集まってやっと一つの層。例えば、その眉間白毛層ね。この額から右巻きなんですって。この毛がブニャーって伸びてて、それがこう右巻きでずっと。で、そこの先端から光を放つっていうね。ちょうど地中の、水中にいるアンコウのこの長いバージョンで巻いてるバージョンっていうことですよ。それから、頂上肉芸層っていう。お釈迦様の頭っていうのはこう二段になってるんですよね。こうなって、ここがこうもう一個肉が盛り上がってるっていう。これが頂上肉芸層っていう。まあ、ちなみに日見上人がそうなんですよね。ここ前頭葉があって、ここのとこもう一個グーンってなってらっしゃいますよ。
これはね、昔から僕らみんな中、日顕商人、あれだよね、に、超常肉鯨層あるよねって話してた話がありました。あと、身体の金色層等の、まあ、体がピンカに光ってるっちゅうね、この特別な層が得られると。で、それを一つ一つずつ得ていって、32層の全部ができるのに、100光という長い間かかるのですと。いやー。で、それでいて、それらを全部尽くしてもまだ仏様になれない。で、それでもまだ今度は、嫌悪嗜悪の煩悩があって、これを断尽しなければならない。そのために、中忍、上忍から聖第一の位に入り、それから34身に煩悩を断尽する。34身とは、嫌悪と嗜悪をそれぞれ16身、18身によって断ずるので、合して34身となるのです。もう、ここはもう、本当にさらっと行きましょう。本当にこれ、清浄の修行ですから、我々にとってはもう、本当にもう絶対不可能でもあるし、参考にはなるけど、やりようがない修行なのでね。まあ一応さらっと。で、嫌悪については、苦渋滅道の死体につき、死期、無死期の、さっき話した三界のね、死期界と無死期界ってことですよ。の上界の欲の下界に、おのおの無下、滞らせる生下のないこと。邪魔するもののない様。おのおの無下道の忍と、解脱道の智との二道があるゆえに、わかりません。もう、八人八智の十六神を起こし、これによって嫌悪を断じますと。まあまあ、もうそういう本当にもう大変な煩悩を断じますよと。また、嗜悪については、欲、嗜気、無嗜気の三界の九智、欲界、智、嗜気、無嗜気、各、それぞれが四智あると。における九品の嗜悪に対し、同じく無下道の忍と解脱道の智があって、この18神で諸悪を断じますと。はい、その通りでございましたが、はい、わかりましたっていう、まあ、わかりませんけども、行きましょう。ここはもう説明してたらキリがないし、相当前からもうここはちょろちょろとは言ってるんでね。で、これは一刹那ずつでありまして、そこまで、これ一年刹那ずつ、ほんの一瞬ってことなんだね。で、そこまで行くと、あらゆることに通じておりますから、瞬間瞬間で最後の煩悩を断尽して、34神団結浄土の仏となるのですが、それがやっとですよ、清浄の仏様なのですと。で、だから、奈良の大仏は、華厳経の教主ですから、ずっと格が高いのですがっていうね、あのでっかいのは法身如来ですから、こんな清浄経の列王人から比べれば、本当言うと意味してるところは、ものすごい高いくらいの仏様を、まあ意味してる、表してるんだけど、まあずっと高い、格が高いのですが、そのずっと低い、一番下の仏様ですら、それだけの修行が必要なのであるということを、ここにお説きになっているのであります。それが、三義百行の意味でありますと。これちょっと、どういう人口まで行っちゃったら、大変ですね、これね。あ、まだ大変ですね。じゃあ、あれですわ。この辺でまたストップしときましょう。優しいようなんだけども、結構めんどくさい、難しい話ではありましたと思います。まあ、しかしですよ、こういうことを繰り返していくうちに、我々はですね、何度も何度もこういうことを繰り返していくうちに、本当にその真行学、学だけを学んだって意味がないので、学をもって我々の日頃の真において何かが足りなければ、そこを、まあ、自分をいさめ、そこをこう、発進していくということの繰り返しで、真行学ってこう回って、真行学、またこう回って、真行学って、まあ、螺旋状にその高みを目指していくという意味では、何かのお役に立ってくるはずなので、一つよろしくお願いいたします。それでは、恒例によりまして、